はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G21NU0 の1番ごめんなさい、A の0番もできました。 MD リズムですね。はい、ちなみにズーム社 G21NU はこんな形をしております。高校生男子のお弁当箱くらいでしょうか。高校生男子のお弁当箱が黒いかどうかは定かではありません。使用するギターは藤原製スタートキャスターでございます。ストラトは藤原が一番音がいいと思ってます。あくまで個人的感想です。はい、では、6弦3フレットからスケール練習です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。中指でございます。中指に変えます。なぜ中指に変えるかというと、同じ節で2オクターブ奏でられるからです。いってみましょう。ゆっくり加工してみましょう。もう一度中指に変えます。はい、ゆっくり加工してみましょう。はい、慣れてきたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。私の場合は誰にも押し付けるつもりはありませんが、全てフルピッキングをお勧めします。はい、私の場合は、右手は、アルディメラ、左手はジョン・マフラクリンを参考にしております。はい、どっかで聞いたことがあるフレーズでしょう。はい、次にですね、Am-D-C 循環コード、これをクソ真面目に練習しましょう。歪んだ音なんでね、余計に丁寧なピッキングが必要です。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。はい、ここで非常に重要な話です。それはピックの持ち方です。人差し指の上に優しく乗せてあげましょう。そして親指で優しく包み込んであげます。はい、ギュッと持つのではなく、軽く持ってこうくるくると回すようなね、僕ボールペン直しなんかありましたね。こういう癖をつけるとよろしいかと思います。はい、電車の中なんかでね、こうやって、例えば読書しながらでもこうやってくるくるって、スマートフォンの、ゲームを見て遊んでる暇だとございません。次に、アルペジオに進んでみましょう。5、4、3弦のアルペジオです。ゆっくり丁寧に奏でましょう。となります。このアルペジオうまくいかなくてイラッときたときには、ギターの響きっていいなってうっとりしましょう。そんな時間も必要です。次に4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方がより、弦が細いのでより繊細なタッチが必要になります。ゆっくり丁寧に奏でましょう。
ですね、歪んだギターで前衛ナンバーワン、びっくりしましたね。イエスのロンリーハートです。これは、リフの中にパーカッシブな要素を取り入れたものですね。学んでいきましょう。ワン・ツー・ワン・ツーとなります。ちなみにライブバージョンではています。何が違うかというと、ライブバージョンではと、ここは2回弾いてますね。単に手癖でしょ。特に真似る必要はないと思います。私は真似ていました。そして、クラシックギターとても愛していた、ランディ・ローズが書かれたミスター・クローリーですね。こちらを学んでいきましょう。ご自身でリフを考える際の参考になれば幸いです。これを単純にコピーするのではなく、自分自身で物事を考えていくことはとても重要です。いきましょう。ワン・ツー・ワン・私はランディ・ローズをとても愛していますが、別にランディ・ローズになりたいとも思いません。誰にでもなりたくなく、自分は自分でしかありません。皆さんも、一番大切なことはオリジナリティだと思ってギターを奏でてください。次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、残念ながらあなたのギターソロが、聴衆の耳をで、心打つことは少ないでしょう。なぜなら、歪んだギターというのはそもそも、あまり人に好まれないからです。残念ですけどね。でもそれでは悲しいので学んでいきましょう。ここでは課題曲としてファイナルカウントダウンです。ゆっくり丁寧に奏でていきましょう。実際に調してみましょう。となります。オリジナルキーはこれですね。となります。はい。高校生男子もしくは中学生男子諸君の夢を打ち砕くようで大変心苦しいのですが、ギターが弾けたからといって女の子にモテるといった妄想は捨てましょう。はい。なぜならギタリストである私に、全く女気がないからです。はい、そんなもんです。ギターが恋人です。はい、そう思って頑張りましょう。ここでとても重要なお話をします。それは、ギターを奏でる際、弦と指が離れている時間をなるべく短くしましょう。バタバタとした運指ではなく、スムーズな運指、余裕を持った運指を心がけましょう。ここでは課題曲としてリングエマルムスティン広島マナムラを簡単にしたものです。練習してれば誰でも弾けるようになります。行ってみましょう。
ました。本日使用したギター藤原生ストラトキャスターでした。でこちらにテロップが出ます。私は現在横浜にございますシアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。この仕事が決まらなかった、危なくニューヨークに飛ばされるところでした。日本に残れてよかったなと思っております。横浜シアミュージックではですね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、はい、そして DTM、それぞれの講師がですね非常に優秀なスペシャリストです。はい、何か音楽のことで道に迷って、よくわからないなとかね、通信販売でギターを買ったんだけどさっぱりわからない、そんな方はぜひね、横浜シアミュージックにまずはフリーダイヤルでご相談くださいませ。それでは横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリストのシンガーソングライターの竹下敦でした。